新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症ナインティ1 9ワクチンジョンソンジョンソンナインティ1 9ワクチンジョンソンジョンソンナインティ1 9ワクチンは米国企業ジョンソンジョンソンのオランダ法人であるヤンセンワクチンズ社とマサチューセッツ州ボストンに本社を置くベスイスラエルディーコネス医療センターが開発したナインティ1 9ワクチントアデノウイルスを ウイルスベクターとして利用する。本材は AD26 株に S とも呼ばれる。2021年1月29日、ヤンセンは1回の投与で、症候性コビットナインティーンの予防効果が66%、重症コビットナインティーンの予防効果が85%であることを発表した。このワクチンは、低 接種20度で2年間の推定時間枠で安定した状態を保つことができる。さらに、2接種8度の温度の冷蔵庫で少なくとも3ヶ月間保存できる。未接種バイアルは、急接種25度で最大12時間保存できる。ジョンソンジョンソンコビット19ワクチンは、SARS コロナウイルスにスパイクタンパク質を安定化された、コンフォメーションで発現する複製不能な組み換え。 アデノウイルス26型ベクターで構成されている。ワクチンには、次の不活性成分も含まれている、クエン酸イ水ヤエモノ、クエン酸3ナトリウム2水和物、エタノール2、ヒドロキシプロピルベータ、シクロデキストリン、ポリソルベート80、塩化ナトリウム、水酸化ナトリウム、および塩酸。ジョンソンジョンソンコビト19ワクチンは、標準的な冷蔵庫では、 数ヶ月間、標準的な冷凍庫では、最大2年間使用可能な状態を保つことができる。米国食品医薬品局から緊急使用許可を取得したファイザー、バイオンテックコビット19ワクチンやモデルナコビット19ワクチンとは異なり、ジョンソンエンドジョンソンコビット19ワクチンは2回に分けて投与するのではなく、1回分の 容量で投与され、そして冷凍保存する必要がない。ジョンソンジョンソン社は、米国保健福祉省の米国生物医学、先端研究開発局事前準備、対応担当時間補局との提携により、非営利のコビと、ナインティーンワクチンの開発に向けて10億米ドル以上の資金を投入した。J&J は、同社のワクチンプロジェクトは、これを実現するために、 世界のあらゆる協力関係を見つけるための最速かつ最良の方法と考えているため、非営利レベルでのプロジェクトとなると述べた。ヤンセンワクチンズ社は、ベスイスラエルディーコネスメディカルセンターと提携し、エボラワクチンの製造に使用されたのと同じ技術に基づくワクチン候補の開発を担当している。大愛通称、試験2020年6月、J&J と 米国国立アレルギー感染症研究所は2020年9月に J&J ワクチンの臨床試験を開始する意向を確認し7月後半から加速的に大 I ・ EI 人臨床試験を開始する可能性があることを明らかにした大 I ・ EI 臨床試験は2020年7月15日に最初の被験者を募集を開始しベルギーと米国で参加者を登録した 第 i、e や i 臨床試験の中間結果により、AD26、下部に s の安全性、反応減性、免疫減性が確立された。第3章試験アンサンブルと呼ばれる第 3i 臨床試験は、2020年9月に登録を開始し、2020年12月17日に登録を完了した。本試験は、18歳以上の成人を対象に、 単回投与ワクチンとプラセボを比較した安全性と有効性を評価することを目的とした無作為化20毛圏プラセボ対象臨床試験として設計された。試験参加者は初日に AD26 株に S、SO、を5010個のウイルス流資料で単回筋肉内注射を受けた。2020年10月12日にボランティアが発病したため試験は一時中断されたが、 同社はワクチンが発病の原因となったという証拠は見つからなかったとし、2020年10月23日に試験を再開すると発表した。2021年1月29日、ヤンセンはアンサンブル試験データの中間分析による安全性と有効性のデータを発表し、全ボランティアを対象とした。 ワクチン接種後28日目の時点で、中等度及び重度の COVID-19 の複合エンドポイントの予防に66%の効果があったことを示した。中間分析は、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、南アフリカ、米国の成人ボランティア43,783人を対象とした症候、性の 症例に基づいて行われた。ワクチン群ではコビットナインティーンに関連した死亡は報告されていないがプラセボ群ではコビットナインティーンに関連した死亡が5例報告された。試験期間中参加者にアナフィラキシーは観察されなかった。二0二0年十一月十二日に第3愛飲賞試験であるアンサンブル2の登録が開始された。アンサンブルには 被験者が、アド26、株に S を1日目と57日目の2回、筋肉内注射を受ける点で、アンサンブルと異なる。2020年4月、J&J は、キャタレント社と提携し、キャタレント社のインディアナ州ブルーミントンの工場で、J、J&J のワクチンの大規模製造を行うことになった。2020年7月、この提携は、 キャタレント社のイタリアのアナーニ工場にも拡大された。2020年7月、J&J は同社のワクチンを最大3億容量まで米国に納入することを約束し、1億容量の前払いと、さらに2億容量の追加オプションを提供した。10億ドル以上の価値がある。この取引は、米国生物医学先端研究開発局と、米国防総省が資金を提供する。 この取引は8月5日に確認された。2020年9月、グランドリバーアセプティックマニファクチャリングは、ミシガン州グランドラピッツの工場で、技術移転及び重点及び仕上げ加工を含むワクチンの製造を支援することで J&J と合意した。2020年12月には J&J とスペインの製薬会社、レグジョーフル社との間で、 レグジョーフル社のバルセロナ工場でワクチンを製造する契約を締結した。欧州医薬品庁が2021年3月までにワクチンを承認すれば J&J は2021年4月から EU 諸国へのワクチン供給を開始する可能性があると欧州連合の規制当局は述べている。2020年8月 J&J は米国連邦政府と10億米ドルの契約を 締結し、米国食品医薬品局がワクチンの承認、または緊急使用許可を取得した後、米国に1億容量のワクチンを納入することに合意した。米国政府との契約では、J&J は2021年2月末までに1200万、容量、2021年4月末までに6000万、容量以上、2021年6月末までに1億。 容量以上の生産を目標としていた。しかし、2021年1月、J&J は製造の遅れにより、2月末までに、米国2200万容量を納入するという、契約を達成できない可能性が高いことを認めた。しかし、2021年2月下旬、同社幹部の議会証言では、 同社が3月末までに2000万容量を米国政府に2021年上半期には1億容量を納入できる可能性があると述べた。2021年2月、サノフィと J&J は、サノフィがフランスのマルシー・レトワールの工場でサポートとインフラを提供し、J&J のワクチンが認可された後、月産約1200万容量のワクチンを 製造するという契約を締結した。欧州2020年12月1日より、本ワクチン候補の臨床試験は、欧州医薬品庁の人用医薬品委員会による蓄次審査プロセスを経ており、エマによる条件付き市販承認申請の検討を迅速化するためのステップとなっている。2021年2月16日、ヤンセンはエマに条件付き販売承認申請を実施した。 米国2021年2月4日、ヤンセンバイオテックは、米国食品医薬品局に、英和を申請し、FDA は2月26日に、ワクチン並びに、関連の生物製剤に関する諮問委員会を開催し、申請内容を検討すると発表した。J&J は、承認後すぐにワクチンを出荷する予定であることを発表した。2月24日、 ブルーブパックの開催に先立ち、ヤンセンと FDA から概要文書が発行された。FDA 文書では、臨床試験の結果と安全性データが COVID-19 ワクチンに関する FDA の絵は、ガイダンスと一致しているとの結論に基づき、絵はの承認を推奨している。2月26日の会議で、ブルーブパックは、全会一致でワクチンの絵はの発行を勧告した。 翌日、FDA はワクチンのエワを承認した。その他2021年2月11日、セント・ヴィンセント・グレナディーンは J&J のワクチンのほか、モデルナークチン、ファイザー、バイオンテックワクチン、スプートニク V ワクチン、オックスフォード・アストラゼネカークチンのエワを発行した。2020年12月、J&J はガビワクチン・アライアンスとコーバックスファシリティの支援で、 原則的合意した。2021年2月19日、J&J はコーバックスに参加するための要件である世界保健機関の緊急使用リストのための正式な申請書とデータパッケージを世界保健機関に提出した。J&J は2022年までにコーバックスに最大5億容量の提供を見込んでいる。2021年2月25日、 バーレーンは緊急使用のためのワクチンを承認した。2021年2月26日、韓国食品医薬品安全ところは J&J の韓国でのワクチン承認申請の審査を開始した。2020年11月下旬、J&J はカナダ保健省に同社のワクチンの承認を求める蓄次審査申請書を提出した。カナダ政府は J&J2000 万容量を発注しており、最大2800万容量までの追加購入オプションがあり、2021年2月現在、カナダ保健省はワクチンの審査を行っている。2021年5月24日、J&J は日本の厚生労働省に対し、日本国内でのワクチン承認申請の製造販売承認を申請したと発表。 2021年4月13日、アメリカ疾病対策センターとアメリカ食品医薬品局は J&J のワクチンについて接種を一時中止するよう勧告した。接種した50歳以下の女性6人に血栓が生じる事例が報告されたことを受けての措置。アメリカ食品医薬品局は J&J のワクチンについて接種後6週間に ギランバレー症候群の発症リスクが高まるとして警告を発している。約1280万人への接種で100件の発症例の暫定報告があり、うち95件が入院を必要とする重篤例で死亡例も1件あったという。ジョンソン・エンド・ジョンソンワクチンは単回投与であり、コストが低いことを考えると、低、中所得国で重要な役割を果たすことが期待される。 ファイザーやモデルナの COVID-19 ワクチンに比べてコストが低く保管や流通に必要な要件が少ないことからジョンソンジョンソンワクチンは輸送、保管、投与がより容易になる。南アフリカのズーウェリー、無期税保険省は2021年2月9日、同国が保有するアストラゼネカ社の100万回分のワクチンを売却、または交換すると発表した。 これにより、南アフリカは2021年2月17日にジョンソン・エンド・ジョンソン社のワクチンを使用したワクチン接種を開始し、臨床試験以外での初めての使用となった。ありがとうございます。